どうもポケモン投資家です。今2023年の上旬なんですが、そのあたりに買った方がいいんじゃないかというポケモンカードを紹介していきたいと思います。まずどのパックに入っているかというと、このポケモン GO ですね。で、今から1年半ぐらい前に発売して、まあまだ多分今ちょっと売ってるとは思うんですけど、ボックスで多分5000円ぐらいで、まあ、ちょっと絶版になったんで、まあ、6000円ぐらいで売ってるかもしれません。 Amazon とかで。これですね。で、大体1年スパンで絶版になるって感じですね、ポケモンのパックに関しては。で、何かというと、このカードに入っているトップレアのミュウツーですね。ミュウツー、まあ、ミュウツー2種類高いものがあるんですけど、まずこれかな、ミュウツー V のスーパートレアですね。ちょっと見にくくてすみません。この絵柄のやつで、今は4000円ぐらいで売れてるっぽいですね。これはまあ PSA 鑑定品ですけど、 PSA 9もだいたい5000円ぐらいで、 PSA 10は1万ぐらいですかね。まあこれとかですね。ミュウツーが高いのは、昨今発売されたポケモンカード151でも明らかなように、人気ポケモンだから、まあ、おそらく高い、まあ、ラスボス的な位置もあって、初期から人気が高いっていうのもあると思います。なのでやっぱり市場に出てきやすいので高くなるって感じですね。まあ、あと陶器が入るって感じなんですけど、まあ、これも一時期、2023年6月くらいが一番最近のブームのマックスというか、ポケモンカードが一番高くなった時期で1万ぐらいで売れてたんですけど、まあ、おそらく5000円ぐらいで買った人が、大量に買ってた人が1万円ぐらいの時に、かなりその6月7月くらいにドカッと売ったみたいで、値段が元の感じに下がったって感じですね。急に上がって急に下がったって感じですかね。なので今は5000円か4000円の間くらいって感じですね。なのでこれがまあ底値じゃないのかなとは思います。で、もう一つが、ポケモン GO に、封入されている、これはスーパーアートレアという感じなんですけど、普通のスーパーレアのミュウツーですね。ポケモン GO に入っている、これですね、ポケモン GO のミュウツースーパーレア750円で売れてます。まあ1000円程度で買えるので、少額で投資したい人はこれを買いかなって感じですね。まあ1年後には倍ぐらいになってるかもしれないんですけど、まあね、手数料とか考えるとやっぱり5000円以上の、できれば3000円以上とかはできれば買いたいなっていう感じはしますね。まあ、皆さんどう思われたでしょうか。これ結構